はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさぎでございます。ポケットモンスターブラック実況プレイ始めていきたいと思います。前回、無事ね、ジムバッジを取りまして、前回かな、前々回か忘れましたけど、ジムバッジを全部集めましてね、このバッジチェックゲートを通り、今回はポケモンリーグを目指しますんやけども、あれなんですよ、あれがあるんですよ、なんだっけ、チャンピオンロードがありますんで、ポケモンリーグを目指したいと思うんですけど、先にそれを行かないとダメです。よし、何を言ってんやろな俺。来ましたよ皆さん、バッジチェックゲートです。待てい四角なき者、この門は倒産、この閉ざされた門を開く鍵はトライバッジ。お、開きました、持ってますよ。さあどんどん来ますよ。待てい、この閉ざされた門を開く鍵はベーシックバッジ。はい、ベーシックバッジを持つ者よ、得た知識を発揮せよ。ポケモンかい、もういい空気やったのにぶち壊しや、こいつらのせいで。もう腹立つなね、皆さん、どう思います？ダメですよね、こんなん。ひどいわ。くれ。ああ、今一つ。ほんまに、これでジェシー殺されたりとかね、あ、毒手もた、メンバー死んだらもう泣きますからね、これ。死なないでね、お願いから。あ、やばい、おお耐えたけど毒で、コリンジュ、うわショック、えらいショックやな、うわー、やわー、嫌いや、もう、よいしょ、まだ死なへんっていうね、これひどいわ。スーザンには効果ないよ。よし、これで倒せます。はい、倒しました。さあどんどん行きましょうかね。いやーほんとね、嫌ですね、もうね。お、草むらが動いてます。これはちょっと倒さないと。どうしよう、ジョン戦闘で行こうか。で、持ち物を預かりまして、持たせまして、うわー、めっちゃ上やん。よいしょ、で草むらへダイブ。サナギが来る、エモンガかい。34結構強い、捕まえときましょうか、エモンガちゃんね、強いんです、強いしね、捕まえましょう、エモンガちゃん捕まえよう、なんか言うてんねん。というわけでですね、峰打ちしまくりましょうか。そんな壁張っても意味ないよ。剣の舞、おお、エナジーボール、強い、よし、じゃあ峰打ち行っときましょうか。やたら早いなお前。よいしょ、峰打ち残りますね。戦ったかな、戦ったか、捕獲捕獲。じゃあモンスターボールで捕まえましょう。モンスターボール、捕まえました。これはね、簡単ですよ。モモンガポケモン、頬の電気袋で作った電気を、膜の内側に溜めて加工しながら電気を放つ。滑空か。
じゃあですね、じゃあ名前は、パリスで、ヒルトンさんの名前をパクったんじゃないです、パリスです。あー、ポケモン出てくる。たまげたけ、たまげた、たまげた、尺のこと考えや、もうもう迷惑、噛み砕こ、よいしょ、よし、どんどん行きましょう。まったく。待て、コントされた門を開く鍵はビートルバッチ。ビートルバッチを持つ者よ、虫のようにかっこよく戦え。うん、ダサいもん、あの、ダサいな、今のは。今のはダサいな。待て、コントされた門を開く鍵はボルトバッチ。ボルトバッジを持つ者よ、痺れる戦いを繰り広げよ。おお、ビリビリしてますね。お、どうしたお前。門とは空間と空間の境目に置かれるもの、つまりはこの先は別世界ということを表してるんですね。確かに門を一つ越えるたびに別世界に行くような感覚ですし、同時にジムバッジをくれたジムリーダーを思い出しますもん。クエイクバッジがないのでこれ以上先に進めませんが。ないんかーい。また行く、この閉ざされた門を開く鍵はクエイクバッチ。クエイクバッチを持つ者よ、相手の心も揺さぶれ。ヤーコンさんのバッチですね、多分。また行く、この閉ざされた門を開く鍵はジェットバッチ。ジェットバッチを持つ者よ、その勢いのまま進め。おお、わお、わお、私飛んでるよ。待て、この閉ざされた門を開く鍵はアイシクルバッチ。氷ですね。アイシクルバッチを持つまでよ、氷柱の鋭さをつららかな。つー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 、待て、この閉ざされた門を開く鍵はレジェンドバッチ。最後はドラゴンですね。レジェンドバッチを持つ者よ、この先のチャンピオンロードを突破しポケモンリーグに向かい、そなたの存在感を知るせ。入れるかな、入れるけどいけへんか、くそ、残念。来ました、うわ、すげえ、どぎついな。で、待って、この状態で行くん、よいしょ。エスパージェルか、エスパージェルじゃん、エスパージェルか。え、待って待って待って、俺体力というかポケモンの体力みんなやばいんですけど、行くんですかこれでも。あ、行きます、わかりました、行きましょう。うわぁ、これはちょっと攻略難しいな。まず波乗り使えるから波乗りの範囲だけでも行ってみようか。じゃあ、よいしょ。お、アイテムですね。おぉ、ポケモンでーす。なんや、キバニア、じゃあキバニア、じゃあバスラオですね。相変わらずバスラオ弱い。じゃあ逃げましょう。バスラを相手にする時間はありません。よいしょ。ん、元気の塊を手に入れました。よいしょ。何も出てくるな。よし、危ない。ここでなんか出られたらめっちゃ困りますからね。お、なんじゃこりゃ、アイアント、珍しいかな。でも俺こういうの好きやから捕まえようかな。これはちょっと
面白いポケモンですから、ちょっとゲットしましょう。どうしましょう、どうしましょう。ミシェルちゃんに交代。よいしょ。噛み砕く。食らいません。じゃあ峰打ちは多分効果今一つなんで、剣の前でちょっとね積んでいきましょう。すいません。じゃあいきましょうかね。峰打ち、うん、まあまあか、こんなもんかね。よいしょ、峰打ち。もう一回、おお、メタルクロ。峰打ちでござる。よし、こんだけ減らせばあとは投げるだけです。よいしょ、1、2、3。よいしょ、ゲットしました。アイアントを捕まえました。もう鉄ありポケモン。鋼の鎧を身にまとう天敵の食いたらんの攻撃を集団で防ぎ反撃する。なるほど、何にしましょうかね。メスですからね。どうしましょう。よし、じゃあ2コルでいきましょう。じゃあどんどん進みましょうかね。ポケモンリーグに行く前の腕試しさせてもらうわね。どうぞ。2匹か、結構やな。エルフーン、あ、あいつですね、コットン 100% のやつですね。よいしょ、45か、結構強いな。じゃあですね、自信いっときましょう。よいしょー。あ、今一つか。また奉仕。素早さ下がるんでしたっけね、これは。よし、下がりました。いや、よし、下がりましたじゃないや。穴掘りましょう。うわ、やばい。やばいやばい。危ない。やたら回復するやん。よし、じゃあ穴を掘りましょう。うわー、残ったし、最悪。泥沼状態や、やばいやばい。無駄に PP 消費した、もったいな。よし、倒しました。ゼブライカ、そのまま行きましょう。電気なんでね、こいつは。地震でこれはいけます。いけいけいけ。地震。雷、火事、親父。よし、倒しました。おー、めっちゃ経験値もらえますやん。60。3212。お、激鱗を覚えたい。覚えますとも。じゃあですね、穴を掘るは、脱出に役立ちますからね。まあ穴を掘るでいいですかね。激鱗はほんとね使えるんでね、これはいい技を覚えました。はい、というわけでそろそろいいお時間なので、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。